の猫です。ヤホーリンゴ猫です。僕たち兄弟はね、カニパンの部屋を乗っ取りました。やったやった。うん、まあ僕たちも兄弟なので、まあ同じようなもんですよ。そうそうそう、実質ね、同じ同じ。そうだから、僕たちがやったところでそんな変わんないわけですよ。バレないバレない。視聴者たぶん気づいてないよ。今画面の前にいる皆さんは気づいてないよ多分。絶対気づいてないよこれ。あーなんだ、いつものカニパンとてっつんかってなってるよ。そう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 、なってるんですよ。ということで今回は僕たち兄弟で同じ色の食べ物をたくさん食べたら勝ちのゲームやっていきたいと思います。イエーイ。動画を始める前に、僕たち兄弟めちゃくちゃ可愛いと思う人はグッドボタンお願いします。いやこれはもう可愛いよな、本当に可愛すぎる。僕らは可愛すぎる。もう可愛すぎてこの人も見とれちゃってんじゃないの。本当だ、この鳥もね。じゃあやっていきましょう。これはですね、色を決めなきゃいけないんですけど。色を決める、なるほど。でもさ、僕黄色だから。俺は黄色だよ。でも二人一緒にしなきゃいけないけどさ、黄色でいいでしょ。いや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 、赤でしょ。赤が一番かっこいいもん。いやいや黄色だよ、僕バナナ猫だもん。いやいや僕リンゴ猫だもん。え、違う違う、僕バナナ猫だから黄色。いやいや赤。黄色。赤。黄色だよ。間を取って紫とかにする。よし決まった。紫の食べ物って何があんの。確かにブドウとか。あ、そっか、ブドウとかがあんのか。なんか紫の食べ物少ない気がする。うん、あんまり聞いたことないかも。まあちょっとこれ難しいかもしれないですね。ね、食べられなそう。皆さん紫の食べ物思いついたらコメントに書いて教えてください。毒リンゴ。別に毒リンゴ赤でもいい気がするけどな。確かに、そっか。僕のあのね、リンゴ猫は僕の弟なんですけど、太ってるでしょ。いやいやいや、もうね、果物としてはね、太った方がいいかな。丸々と美味しいから。その方が。そっか、美味しく食べてもらうためにね、丸々としてるんだ僕は。じゃあやっていきましょう。これですね、多分カートを持って。持った。カートが紫色になった。え、なになになに、すごいすごいバグってる。なに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 。はっ、あーリンゴ猫どうしたの。なんか僕まっすぐ進めない。面白い動きしてるね。まっすぐ進めない。爆走しちゃうこれ。なにこれ。なんか吸い寄せられるんだけど、この屋台に。あ、本当だ、吸い寄せられる。え、どうやっていくのこれ。まあでもいいよ、あのさ、リンゴ猫はここでね、料理しなきゃいけないんですよ。なるほど。リンゴ猫でもそこ黄色だからさ、あの紫の方行ったもん。もう動けないよ。座っちゃったよ。それ敵チームだよ。あれ、あ、取れた、抜けれた。僕が紫の食べ物取ってきてあげるからね。取ってきて。紫のお寿司？やばすぎ。え、なんかこれもう、動く、動くボタン押さなくてもこれ勝手に動いちゃうんだけど、後ろに。なにこれ。あ、ナスがあったわ、紫の食べ物はね。あー確かにナスあるわ。よし、たこ、紫のたこ焼きもゲッツ。ちょっとこんなもんでいいでしょ。ちょっと料理係。料理係マジで壁に挟まってる。なんかバグってる。勝手に動くこれ。助けてー。一人だけ遊んでる人がいます。よしよし、ここでいい感じにこれだ。でここで押して。オッケーオッケーオッケー。じゃあんた料理頼んだよ。料理、料理頼んだよ。料理のところまで頑張っていくわ。なんか挟まった。料理してる本当に。あ、やってるねやってるね。すげえ人いるんだけど、ここに。めちゃめちゃ持ってきてる人いる。あ、すごい。もうじゃあいいよ。あ、鉄じゃないや。リンゴ猫はさ、食べる係でいいじゃん。わかった。着席するじゃん、頑張って。どこだ、どこだ、椅子は。食べる係もう、何もできないんだから。あ、じゃあカート持ってくの忘れたし。あ、食べてる、食べてる、食べてる、やった。挟まって食べれてる。やった、来た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 。僕の仕事、僕にも仕事ができた。でも今ね、バグってるからね、僕を正面から見れないんだよ。今僕、ただのリンゴになってるんだ。ほら、頑張って持ってこい。頑張って持ってくるよ。もう、あんたは食べてなさい、そこで。あ、むしゃ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 。あんたは本当に、こいついつもそうなんですよ。自分だけ楽をしようとするんです、リンゴ猫は。ほら、もうなくなったぞ、持ってこい。あ、はいはい。勝てない、ピンク強い。ピンク強すぎない。本当だ、ピンク強い。あー負けたー。あー、でも2位だった。惜しい。うわー、惜しかったね。じゃあ、次は何色にしようかな。いや、多分紫が悪かったんだよ。そうね。じゃあ次は、やっぱ僕のイエローにしようよ。黄色にするか。黄色にしてみましょう。いや、黄色はね、僕のイメージカラーだから、絶対にね、1位取りたいよね。あれ？棒人間に乗っちゃった。棒人間乗っちゃった。でも僕黄色だ。いや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 。あ、黄色チームは黄色なのかみんな。そう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 。あ、そっかそっか。歩くの遅。なんか歩くの遅くない？黄色い寿司何これ。僕もね、チーズのやつとか結構取ったよ。いいねいいね。なんかさ、箱が可愛くない？なんかクマみたいな。そう、可愛い可愛い。可愛い、いいねこれ。
ビリーはね、最近追加されたから僕らの後輩だぞ。僕らの方が有名だしね。ねえ。もう僕たちミーム化してんだから。そうだ。もう僕たち、ショート動画見れば、もう必ず、ハッピーハッピーハッピーだからね。そうだ、ずっと出てくるからね。僕作りますね。よしよしよし、いっぱいある。いいんじゃない？で、僕作るからさ、みんな食べてよ。あ、でも食べてる子がいるもん。あ、ほんと？ひなちゃんが食べてるから、じゃあ僕はまた持ってくるか。頑張れ頑張れ。うん。ギリギリまで。じゃあ僕はね、作るよ。いいね。残り50秒。え、待って。うちのチームすごい持ってる子がいる。すごい優秀だ。しかも1位だよ。でもちょっとオレンジと接戦。ほんとだ。頑張ろう頑張ろう。一緒に頑張ろう。ちょっとオレンジに負けそうだよ。頑張ろう。逆転されちゃうかも。頑張ろう頑張ろう。よしよし、置いた。よーし。いいじゃん。食べる。食べる。めっちゃいいんじゃないこれ。もうこっちね、3人がかりで作ってますから、料理。で、こっち2人がかりで食べてるから。僕なんて立ち食いだからね、これ。なんで椅子1個しかないの？オレンジのやつ侵入してるし。あれ、ほんと？色だと思った。似すぎじゃないこれ。オレンジの色。色間違えてるわ。似すぎじゃないこれ。ほら、一緒だよ、これ。影の具合でも一緒だよ、これ。おー、勝ってますよ。あ、でもちょっともうあれがなくなる。お、ちょうど終わりだ。いや、でもちょうど。もう、ちょうど時間配分完璧。完璧だ。やったー。さすがだね。愛ちゃんがいる、愛ちゃん。愛ちゃん？星ない。ああ、ほんとだ。てれれ、てでも僕たちがアイドルに決まってるよね。確かに僕たちがアイドルだ。まあ次は、まあ、弟に譲ってやろう。じゃあ今度は赤色にしよう。入ってきましょう。よし。オッケー。僕たちはさ、僕たちがチャンネルやったらさ、最強のチャンネルになると思わない？ね、すぐに100万人行くと思うよ。いや、100万人行くよ、すぐ。僕たちならね。最強アイドルだから、僕たち。ヒカキン抜かしちゃうよ、ヒカキン。あ、抜かしちゃう。ねえ。バナナキンラーメン作るから。心悪いな。バナキンね、バナキン。そう、バナキン作る、バナキン。まあでも、やっぱラーメンとさ、果物はちょっと相性悪いかもしんないから。確かに。だから、クレープとかかな、僕たち。あ、いいね。スイーツとかね、作りますよ。作ろう。達成したら。いや、皆さんね、僕たちのことを応援してくれる人はね、チャンネル登録、今のうちにしといた方がいいと思いますよ。丸尾とコラボします。あ、そうだよ。同じ猫同士なんで。だってさ、僕、丸尾と友達だもん。そうなの？うん。紹介してよ。僕も友達がいいな。友達、丸尾と。ピザパーティーした、この前一緒に。丸尾と？丸尾と、あとモフコ。食べれるんだ。だからさ、あのまん丸なんだよ。丸尾とモフコ。なるほどね。そう、めっちゃピザ食べんの、あいつ。丸々してるわ。よーし、あ、かわいいこれ。ウーバーイーツみたいな。かわいい。ウーバーイーツでーす。ウーバーイーツでーす。あ、待って、みんななんかこれバイク乗ってる。待って、バイクあるか。あれ、ほんとだ、バイク乗ってる。知らなかった。徒歩で移動してた。確かに、ウーバーイーツ徒歩なんてないな。そうだね。よいしょ。乗ろう。オッケー。やばい、僕らめっちゃ出遅れたぞ。出遅れたぞ。はい、一回止めて、降ります。はい、ウーバーイーツでーす。ウーバーイーツでーす。ウーバーイーツでーす。ご注文の品を受け取りに行きました。どこにあるんだろう？あった。赤いパスタでもらえません。赤いチキンなんてあるの？赤いパスタもあったよ。赤い肉団子もあるし。赤い魚もある。基本的に辛そうだね。僕、辛いの結構苦手なんだよね。待って、ここならリンゴ、あ、ピザ屋さんはないか、リンゴ。なんか可愛いやつがいる。ちょっと待って、僕恋しちゃったかもしれない。なんかあっちに可愛い猫さんがいたよ。ほら、見て。こっち。ほら。え？なにこの猫？可愛すぎるよ。可愛い。ちょっと待って、僕恋しちゃったかもしれない。この可愛い猫に。僕、ウーバーイーツのバイトやめます。この人についてきます。黄色チームね。わかったよ。僕もウーバーイーツやめて、ちょっと、ちゃんとした社会人になるよ。僕、あの猫に恋しちゃったよ。どうしよう。可愛すぎるよ。待って、ちゃんと赤色集めてる？黄色集めてない？大丈夫？あ、でもね、今ちょっと黄色取れそうになったよ、間違えて。ダメだよ。あの猫さんどこ行っちゃった？あ、もしかしてもうあっちに行っちゃったかな？食べてるのかもしんない。いやー、じゃあもう一発待ったから僕帰ろっかな。あの猫に会いたいとかじゃないけど、ちょうど今帰りたい気分になっちゃった。帰る。よいしょ。僕もね、ちょうどちょっと重くなってきたからね、帰るよ。僕も。いた！よしよし。猫さん。見て、もう僕見て。黄色の席に座ってます。いっぱい食べます、僕。頑張りまーす。よし。あ、かわいい。お名前は何て言うんですか？あ、何も喋らない。でも3、あ、これもさ、3姉妹とかなのかな？ 3 人いるってことは。あ、そうかもしれない。僕たちと同じかもしれない。コラボしましょう。あ、コラボしましょう。
すごいキラキラしてるよこれ。かわいい。僕たちなら天下取れるよ。僕たち YouTube やってまして、もう絶対に100万人いくんですよ。なのでぜひ僕たちのこと好きになってくれたら嬉しいんですけど、どうですかね。ふんってされた。え、ふんってされた。ふんってされた。ほら、こっち向いてる。あっち向いてる。丸尾に会えるんだぞ。丸尾だぞ。丸尾と友達です。友達です。つなぎあります。でも勝ってる。あれ赤チームだったっけ。僕たち赤だよ。あ、負けてるじゃん。なんで勝ったつもりでいたの。いやだからもう黄色のところに入ったつもりでいたよ。心まで黄色になってた。心まで黄色になった。じゃあ次最後にするか。ラストゲームにしましょう。勝って終わりたいな。この猫野郎に負けないように頑張りましょう。確かに。じゃあ黒色とかにしてみます。あ、いいよ。やったことないので黒色にしてみましょう。で、僕らとは無縁の色、黒。そうですね。まあでも僕たちの心の中真っ黒なんでちょうどいいと思います。あの猫に振られたんで。あ、そうなんですよ。なんかフンってされて、ちょっと結構腹立ちましたね。あれ僕たちがなんかへりくだってたと思えば、なんか調子に乗ってフンってされて、もう僕たちカンカンですよ本当に。よしよし、もう早速。よし、はい、一番最初にもこれ取って、でこれはね奥から集める。なるほど。奥から集めてだんだんと手前に来る。これが最適。はいはい、黒ですからね。はい、黒集めて。黒のパイナッパーを取って。なんか熟してて美味しそうですよ。バナナも黒色が一番美味しいんですからね。こんな真っ黒は嫌だけどね。黒色が熟してて美味しいんですよ、皆さん。僕バナナ猫なんでね、バナナの美味しい食べ方わかるんですよ。さすがだ。スーパーとか行っても、あ、このバナナが一番美味しいってわかるんですよ。すごい。僕わかんないな。リンゴのこと。赤い。頭の悪いやつだ。バカがバレちゃう。ちょっと黒少なくない、なんか。少ない。絶対負けない。あの猫には。調子に乗りやがって、あの猫。よし。じゃ、テッツじゃない。リンゴ猫、食べる方に、あ、作る方に回ってくれよ。オッケー。僕ね、集めてくるんで、もう任せましたよ、そっちは。任せました。いやー、あの猫は何チームなんだろうな。あの猫、赤じゃなかったっけ。うわ、赤チームだ。絶対に負けるもんか。でも赤色ないぞ。あれオレンジチームだ。オレンジチーム。あ、オレンジか。負けるもんか、絶対に。待って、オレンジなんかめっちゃ積み上がってる。まずい。負けるもんか。大丈夫、残りもう50秒切るけど、もう今からそれ持ってきて作って間に合う。持ってくよ。持ってきて。はい。あ、ちょうどもうなくなりそうだわ。うわ、負けちゃう。待って。やばい、激戦される。オレンジ強い。俺作るから。僕作る。待って、オレンジ強いぞ。強すぎる。なんで。あの女、本当に。よしよし、食べ。あ、材料がなくなる。あの女、あー、けっそーあー、強すぎる。強すぎだ。材料がない。材料がない。持ってこないと。残り10秒で持ってこないと。あー、負けた。あいつら踊ってやがれ。こいつ、この猫。はい、ということで今日は同じ色の食べ物をたくさん食べたら勝ちのゲームやってみました。いやー、大変だったね。僕は心を射止められてしまったよ。いやー、でも僕はあまりにも大変だったから、やっぱり YouTube は向いてないわ僕。あー、確かに。もうカニパンとテッツーにこのチャンネル返そう。うん、返そう。そうしよう。うん、僕らがやったらね、もうね、100万人確定だから。あ、そう。面白みがないからね。そう。面白みないからね。じゃあ、このチャンネルはお渡しするので、次回の動画は、きっと多分、二人が戻ってくるんじゃないかな、と思います。まあ、僕たちもね、今後またショートとかに出るかもしれないので、ショートとかね。そう。仕方ないからね、手伝ってあげるくらいだったら。そう。まあ、僕たちの可愛さでね、まあ、ちょっと助けてやってもいいよ、つうことで。うんうん。たまにはね、出ると思います。その時は皆さんたくさんね、褒めてもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。